8月8日に発生した日向灘を震源とする最大震度6弱の地震。皆さんはどこで何をしていましたか？お怪我はされていませんか？僕はコエッキースタジオ名物企画の信じられない話の収録中でした。今でもはっきり覚えています。奥の方でスタッフがバタバタ動いていて、終わった後何があったのかと聞くと、南海トラフだってかなりのインパクトでした。地震発生に伴い、政府は南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発表。発生から1週間後の15日までは非常に強い警戒が必要とした。なぜ1週間かというと、大地震が発生する可能性がこの1週間に至っては 0.1% から 0.5% に増えると言われているからだ。 0.5% なんぞや。それは高いんか低いんかどっちや。例えば1回だけソシャゲのガチャを引いたとして、 0.5% の確率で1週間以内に南海トラフというキャラクターが出ると考えると分かりやすいのではないでしょうか。一般的なソシャゲの強キャラは 0.3 とか 0.5% とか言われますから、そう考えるとわりかし高い確率のように感じますよね。結果的に南海トラフ地震は来ずに、巨大地震注意の呼びかけは終了。ほっとした、来なくてよかったでは済まされず、これによって別の被害が発生。それが、被害が想定されている地域のリゾート地宿泊キャンセル問題。なんとなんと、とあるリゾート施設では5億円の補填を国に求める展開に。一度の地震で多くの問題が起きてしまいました。もしこれが人為的に起こせるものだとしたら、国を操ることは簡単なのかもしれません。気になることあれもこれも、やりたいこと全部やる、それすなわち世界征服。どうも、ライトでポップの都市伝説紹介チャンネル、クッキーです。4です。天の声柔道です。今月8月8日に宮崎県で地震が発生したということなんですけども、はい、これがですね、南海トラフと発表されたわけですよね。そうでしたね。だちょっとなんか南海トラフ地震っていうのは起こるって言われながらも、まあ、結局そういう時ってあんま来ないじゃんみたいなことがね、結局ね思っちゃったりもするじゃないですか、うん、でもそれを実際に名前を聞いた時のインパクトってめちゃくちゃ大きかったなと思うんですよ。そうですよね、ついに来たかと、うん、でその僕は撮影中だったんで、その名前だけ聞いた時は、え、震度なんぼやったんとか、そうですよね、実家大丈夫かなとか、もういろんなことが頭を駆け巡ったんだけど、幸いなことに死者は出てないということだったりもするし、うん、名前がとにかくもうビビっちゃって。そうですね、ねえ、だから台湾有事とかさ、そうそうそう、名前だけね、すごいインパクトのあること、まあ、ここ数年あると思うんですけど、はいはいはい、どこかでこう、どうせ起きないじゃんとか、予言外れたじゃんみたいなことでいいと思ってるんやけど、うん、でも実際あるんだっていう現実の怖さみたいな。そうですね、もう追いついてきましたね、うん、最大震度6弱の、まあ、それも大きかったわけですけども、はい、それを受けて政府は南海トラフ地震臨時情報の巨大地震注意っていうのを発表したわけですよね、はい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 、でそれに合わせて2018年に現れた未来人の南海トラフ予言が重なっていたりもして、こういう未来人も一部取り扱ったんですけど、はい、まあ、なんでね今回また地震のことやってるかっていうと、はい、ちょっとね気になるニュースが出たんですよね。はい、何ですか。まずそもそも巨大地震注意っていうものが、うん、8月8日に起きた地震から1週間、はいはいはい、だから8月15日終わったということなんです。そうですね、1週間経って、うん、じゃあもう起きなかったってことですね、うんうん、だから終わったって何なんと思って、まあ確かに期間としてね、うん、そうだから15日と16日の差は何なん、うん、まあ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 、そうじゃあこれが1年間は様子見ましょうとかってまだ分かるんやけど、うん、1週間って何なんやろって思って、誰が決めたんですか、うん、ねえ、だからその地震っていうものを地球規模とか宇宙規模みたいなことで考えると、うん、ほんと一瞬の誤差じゃないですか。そうですね、それって15日も16日も同じやろって思っちゃうの。まあそのね、でっかい規模で見たらそうですよね、うんうん、じゃあ15日まで警戒してたから16日からじゃあ安心できますかって、そうじゃないと思うよね。確かに、うん、そうだ、これっていたずらに不安だけ煽るだけの結果になっちゃったんじゃないのかなっていうのが、うん、ちょっとだけ思うんだよな。はいはいはい、はい、だって常に南海トラフとか巨大地震に対しては備えをしてる我々なんで、注意を呼びかけたとしても、うん、じゃあ何したらいいの、いつもと違う備えってってなっちゃうわけ。確かに。でそこで今回トラブルが発生したんやな、うん、こちらをご覧ください。和歌山白浜町南海トラフ臨時情報で損失5億円政府に支援求める。うわー、白浜ですか。そうなんですよね、明のね、うん、実家からも近いよね。めっちゃ近いですよ、行ってました。ということで南海トラフ地震が起きた際に被害が大きくなると考えられる地域でもある和歌山県で、まあ、宿泊のキャンセルとかがね相次ぎまして、確かリゾート地ですからね白浜って、海開けられへんとか、あーそっか夏だからなっちゃった、ちょうどね、うん、あとは交通網がストップしちゃうんじゃないかとか、あそういうこともいろんなことが、まあ、リスクがあると思ったんでしょうね。だからキャンセルが相次いだということで、はい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 、
で、うん、まあ、それが5億円、うん、すごいよね。とんでもないですね。で、この時期のやっぱ1週間ってめちゃくちゃ稼ぎ時やと思うから。そうですね。めちゃくちゃ大打撃よな。まあ、いろんなことも用意してたでしょうしね。そうなんだよね。で、まあ、和歌山だけじゃなくて、いろんな場所でキャンセル騒動ってあったと思うんですよ。はい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 。珍しく、そのお盆に入りかけの時も電車ガラガラだったりしてたらしいやん。そうか、お盆の時期と被ってんのか、これが。そうそうそう。最悪ですね。僕、静岡出身やけども、はいはいはい、両親も別に帰ってこんでええでって言ってたから、もしかしたら地震来るかもしれないから。なるほどね。だけでもなんか行動を控えようと思ったりする動きってあるじゃないですか。ありますね、うん、でそれもいつもみたいな地震だったらみんなちょっと慣れっこなんですよ、正直。はいはい、ちょっとね、最近多いですから。でも政府がそういう非常事態みたいなことを言うから、うん、わざわざちょっとこれ本当に来るかもという危機感がいつもよりやっぱあったわけやな。そうですね、国民みんなそういう意思はちょっとあったと思います、うん、あったよね、絶対ね、うん、だそういうことがまあ連鎖しちゃって、まあ、そうやって5億円のね損失が出る場所も実際にあったということなんです。いやー、でかいな、かわいそう。ね、そう、うん、まさにかわいそうなんだよ、うん、でもこのかわいそうと思うんだけども、はい、ちょっとこっからがですね、どうなんって思う部分で。何ですか？町長はその損失を国に補填してもらうように陳情するということなんです。うーん、なるほどね、はい、これはね、キャンセルといっても9日から14日の間、町内すべての海水浴場を閉鎖したわけですよね。はいはいはい。それによってキャンセルが出たりとかもするわけです。まあ言ったら海に行くために行くわけ、うんうんうん、なるほどね。うんうん、なんで海入れませんってなったら、ほなら別の場所行くかってなる、ね、なるなる。そりゃそうですね。だからキャンセルが相次いちゃったわけだけど、わかる。それによってユーザーからは、うん、政府は自粛しろともビーチを閉めろとも言ってない。確かにね、うん、勝手にやって損失を、まあ、埋めろっていうのは身勝手な要求でしょうと。まあ、あくまでも地震に警戒しろよってことで、そこは直接言ってないですもんね。そう、なるほど、うん、で他にも無責任に全部閉鎖すれば後で保証を得られるみたいな前例は作らない方がいいと思う。なるほどね。ちょっと今回許しちゃったら、うん、他のこともちょっと地震だから閉めとこうって言ってお金もらえるようにしたらね。そうなんです。政府がちょっとね、お金払いすぎになっちゃいますから、はい、いくらなんでも無理筋だろう。次から注意情報すら出せなくなるじゃん。なるほどね。確かにこれもそうだな。これはね、批判的な意見が多いんだけども、みんな冷静やねん、そういうのはね、うん、なぜかというと自分たちの血税が使われる可能性があるということに対しては、うん、敏感ですから、みんな敏感やと思うんだけど、うん、もちろん困っている人を助けるための税金だったり、はいはいはい、災害のために使われることはもちろん喜ばしいことなんですけども、はいはいはい、特定の場所だけやってしまったらどうなんっていう、はいはい、確かに危機が出ちゃうよね、うん、まあ、ミョンがさっき言ったみたいに、うん、今回はその白浜の問題があったけども、はいはいはい、他の場所でもじゃあちょっと打ち閉めるわってなったら、そうですね、じゃあそれ補填しなきゃいけないんですか。そうなんですよね。でね、ちょっとパンデミックの時期よくあったわけだけど、はいはいはい、飲食店なんかは補助金出るんで、出ましたね、うん、ありましたね。そうで、それをやれば補填されるんですよ、お金が。はいはい、そうでした。だからわざと店閉めて協力金もらってるとこめっちゃあったからな。ありました。で、裏ではお得意さんだけ入れたり、うん、お酒売ったりして稼いでたところもあるぐらい、ね、めっちゃ悪質なんよな。まあそういう裏がね、ありますよね。だから飲食店お店開けてへんけど、それ以上に儲かってる店もあったらしいから、はいはい、うん、舐めんなよみたいなね誰の意見さっきの。いや、もうなんかちょっとね、悔しくてね、うん、そうやって本当に困ってる人たちのお金が行き渡らへんみたいになったら嫌だなと思って。確かに不正ですもんね。それはね、その飲食店大打撃受けましたよ、うん、まあもちろん生きていくための最低限のお金はもらわないといけないんです、それは、うん、でも儲けてるやつらっておかしくないですか。確かにそれはちょっと良くないですもん ね、うん、飲食店をやっていてちゃんと通常営業できている時とトントンにするやん普通は、うんうんうん、まだね、うん、利益を何にも働かなくても上に行ってるっていうのはなめんなよって思うんですよでそういうことにもっと大きい規模になってしまう可能性があるじゃないですか。そうですね。でしかもさ、一部のその既得権益っていうのかな、職権益、そうだ、そういう人たちだけが得するような構図になってしまっても嫌だなって思う。確かにね、ちょっと簡単にはね、お金出しますとは言いづらいですよね、うん、そうなんだよ、ね、もちろんめっちゃかわいそうなんやけど、かわいそう、本当にそれ思います。もし何もなかったらちょっと来年は白浜に遊びに行こうとか思ったりもするんだけど、うんうん、これもし5億円もらっちゃったら、うん、なんか味方にはならへんなと思うんですよ。そうですか。そう、最初にも言った通り、じゃあ15日と16日の差はないやね、確かにやっぱ思った時に、うん、それは多分国民が判断することじゃないですか、うんうん、お店を開けるかどうかって国民自身の責任で判断
段でやってたわけですから、はい、国からの強制権みたいなのなかったわけでしょ、うん、前みたいなパンデミックの時っていうのはロックダウンみたいなことがあったりとか、うん、何時以降はもうお店開けないでねみたいなことが要請があったからそれは分かるんやけども、うん、今回自主的にやったことに関しては知らんがなってそれはみんな思うよね、まあ、地元の人はそれはたまったもんじゃないけど ね、じゃあさ海とかだったら、はいはいはい、サメが出たりとかするやんか、うんうん、その時に閉めたら国補填せなあかんのとか、うん、台風来て、うん、じゃあ海開けられへんかったら国補填せなあかんのとか、うん、何でも言いがかりつけれることになっちゃわないですか、うん、まあそうなんですけどね、うん、まあ本人たちは結構それでもね、うん、地震が来るどうしようみんなを守らなきゃって考えた結果でもあると思うんで、でも守るということは国民一人一人の判断だと思うんですよ、うん、そうですよ、そう、うん、遊びに行くかどうか決めたのは自分やん、うん、でも閉めるということをそもそも決めてしまったのはホテルとかリゾートの方、もちろんもちろんそれはそうでしょ、はい、だからそれはちょっとなんか違うんじゃないのかなって思うんですよね、まあちょっと考え方はねもういろんな見方によって変わってきますから、うん、でこのニュース他に何かあるんですか、これね、うん、あの気象庁から普段数倍の、まあ、地震が起こりやすくなってるっていう発表があったから国としては警戒を呼びかけないといけないっていうふうになるのは分かる、はい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 、はい、で旅行を断念して家で備えようっていう人が増えたっていうのも分かるじゃん、うんうん、お客さんが来ないなりそのこと営業停止するっていうのもここも分かる、分かる、うん、はい、だから今回誰が悪いとかっていうの実はないっていうところが今回の一番解決の難しいところかなって思ってるんですよ、間違いない、だってその白浜の、ね、リゾートの方たちも言っても被害者、そうです、でもあるんです、ね、まずそうなんですよ、そう、でもそのどこまで補填するのってのはすごい難しい部分ではあるんですよ、難しいよこれは、それを結構町長がねうかつに発言しちゃうことがいけないと思うんですよ、なるほど、町長の発言に今注目が集まってるんだ、そう、だからトラブルが起こるとか何かこう災難に遭うって、うん、会社を経営してたら絶対あるし、まあ、どんなグループにも組織にもあるじゃんそのトラブルって、はいはいはい、その時にトップのなんか発言とか立ち振る舞いでめっちゃ変わると思うよな、確かにね、今でこそさちょっと使い古された手みたいになっちゃってるけど、はい、コンビニで例えばあのご発注しちゃった時、おうおうおう、例えばなんか天然水みたいなやつをさ、うん、まあ、普通になんか3カートンぐらい在庫持っといたらいいのになんか300とかありますよね、うん、もうめっちゃう店頭にバーッ助けてくださいって手紙とかあってね、あんなんとかもみんなね X とかで拡散しあって、うんうんうん、助けに行こうぜって言って、うん、販売させに行ったりとかっていうのは、うん、めちゃくちゃいい手じゃないですか、いい、その時ってどうしようこれなんか自分で負担しなきゃって塞ぎ込んでなんとかごまかそうってするよりもオープンに助けてって言える方がすごくいいわけです、素晴らしい、うん、だから僕もこの白浜に関してもちょっとごめんなさい1週間閉めたことで5億円の損失が出ちゃったんで、うん、ちょっと8月後半みんな来てくださいって言ったら5億円以上のプラスになったかもしれないわけ、確かにね、これを国に補填を求めますって言っちゃったら、うん、なんでお前のところに5億渡さなあかんねんって、うん、なんとなく国民感情としては思っちゃうから、せっかくあなたが悪いわけじゃないよってなってるんだったら、それをまあうまく使って、うん、もっと新しい人にも観光に来てもらえるような発信をしたらもっとなんか白浜のイメージ良くなってたんちゃうかなと思うんですよ、確かにちょっと早すぎるっていうのはありますね、諦めるのが、うん、そうね、なんていうかこうなっちゃったけど白浜助けてくださいとか、うん、盛り上げていきましょうみたいなのが届くようなニュースが我々に先に飛び込んでたら、うん、もうちょっと頑張ってほしいなってなるんだけど、ちょっと早めに言い過ぎちゃった感じはある感じは印象的にありますね、まあ、例えば、うん、その、まあ、支払いとかもあるから、それはもちろん緊急な支払いの分だけ助けてとかちょっと貸してっていうのは分かるんだけど、はいはいはい、補填してはちょっと違うくないですか、売上分ですもんね、損失はまああるのは分かるけど、うん、でもそれは何も白浜だけの問題じゃないから、はいはいはい、マイナスに映るようなメディアの使い方よりも応援されるようなピンチはチャンスみたいなのじゃないけども、はいはいはい、プラスになっていくような SNS の活用したらもっと多分行こうって思った人多いんじゃないですか、いやでもまあ本人たちはもうそれどころじゃないですか、考える余裕なかったんじゃないですか、まあでも考える余裕がないから別に白浜を潰していいわけじゃないでしょう、もちろんですよ、だってこういうことが続いたら観光が廃れてしまってお客さんが来なくなって、はいはい、その街っていうもの自体が、まあ、廃れてしまうのがめちゃくちゃ悲しいじゃないですか、はいはいはい、ここ白浜行ったことあってめちゃくちゃ好きな場所なんで、だからその運営の仕方がまずいとどんどんかそっちゃうんだなっていうのをすごい思っちゃうんですよ僕は、まあ確かにちょっと今回のもうことは起きてしまった一例として学びながら、同じように他の自治体とかで今小ヤッキーさんの話もし聞いてる人とかいたら頑張っていこうっていうところを前向きに出すとかっていうところをやってみたらいいのかもしれませんね、そうよね、うん、だから注意報を出します、自主的に閉鎖しました、はい、で何も起きなかったので損失補填しろって見えちゃうのか、注意報を出さない地震発生損失分保証しろが通じてしまうということは、うん、どちらに転んでも保証しろと言いたくもなっちゃう環境を作ってることも、はいはい、まあ、問題の一つなんですよね、だから何でもかんでも国のせいにするっていうのは、まあ、良くないなと思うんですよね、まあ確かに、うん、
いろいろね、うん、だからこそ、まあ、最近ね、都市伝説系 YouTuber がその南海トラフのこととかいろんなことも災害について取り扱うことも増えてるんやけど、はいはいはい、まあそんなん来るわけねえじゃんとか、また外れてどう責任取んだとかいろいろ言われるけど、めっちゃ決まりますね。でも言ってるからこそ備えることを意識してくださったりとか、うん、警戒してくれたりすることは別に悪いことじゃないじゃないですか、うん、そうなんですよね。あくまでも起きるぞじゃなくて、起きるかもしれないんで備えてくださいっていう一応スタンスで、で今までと違うことはさ、国がちゃんと間もなく起きるかもしれません、30年以内に 70% の確率で起こりますよっていうことを言っているんだから、ちゃんと根拠なく言っているわけじゃないじゃないですか。だから地震が来ても不謹慎だって起こるし、来なくても外れたやんけどう責任取んねんじゃなくて、そもそも一人一人がちゃんと意識したらこんな動画撮らんで済んでるわけだから、それはなんかみんなで意識して被害を最小限にね食い止めるようにちょっと広げていきましょうよってめちゃくちゃ思うんですよね。あとはいたずらに政府がそう言ってるからと言って旅行キャンセルして盛り下がっちゃうようなことをするよりかは、なるべく地域にその後にでも貢献するみたいなね意識をちょっと持ってもらった方がいいよね。どうかね、キャンセルした方もし見てたら、うん、もう一回和歌山にね足を運んで、ね、美味しいもの食べて、いっぱいあるんで。そう、ね、ラーメンもそうだけどね、うん、あのお寿司美味しいよな。お寿司美味しい。そういうこと白浜の近くトレトレ市場みたいなのもありますから、もうめっちゃいいですからね。いいよね、うんうん、行きましょうまた。はい、今回宮崎の地震によって南海トラフ地震の注意報が出て、うん、国民の動きが制限されたり国への不信感が高まったりとか、うんうんうん、特定の業種へのダメージが出たりしました、はい、だから地震って起こらなくてもこういうね不幸なことを招いたりするんで。そうですよね、はい、うん、まあ、都市伝説的陰謀論的に言ってしまうと、もしこれがね狙っていたとしたら怖いなと思ったりするね。狙ってやるってどういうことですか。ちょっと気になるニュースがあったので紹介します。はい、はい、気象兵器で国を操る。まあ、気象兵器といったらですね、昔から陰謀論の中では有名で、はい、特定の国や組織が天候や地震を意図的に操作して他国に対して戦略的な影響を与えることができると言われている、まあ、人為的に気象を操作して特定の地域に自然災害を引き起こすことを目的とした兵器のことを指すんだけども、うん、どう思いますか皆さんは。これ存在すると思いますか。いや結構名前はよく聞くんですけど、僕まだにわかに信じられないですけどもね、天候を操作してどこまでの災害被害を与えられるかちょっと謎ですけど、そうですよ、うん、天候を操作すること自体はできるんです。まあそれはね、うん、そう、これは地球規模のとかじゃなくて、はいはいはい、まあ、限られた地域には限定するんですけども、局地的なね、うん、この前たまたま X のポストで気象に関することで何年か前にダムの貯水量がちょっと下回りそうと、はい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 、なった時に人工降雨機みたいのを使って雨を局所的に降らすっていうものをやってたんですよ、はい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 、これちゃんとテレビで紹介されています、うん、なので気象をある程度コントロールすることは今の技術でできてるんですよね。なるほど。まあハリケーンや台風みたいなものを防ぐことまでは難しいかもしれませんけども、簡単な雨降らすことぐらいはできてしまうんですよね。わあ、そこまでいってるんですね。そう。うん、でもこれもまことしやかに言われているのは、外国の方では、うん、国を挙げての式典とかの場合にはミサイルを打ち上げて雨雲を蹴散らして雨を止ませるっていう方法もあったりするんですよ。うわ、はい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 。じゃあそこまでできてるんやったら、もちろん隠されてる技術においては、うん、ある程度のことはできるかもっていう想像ができちゃう。なるほど。我々が知らないだけでもっと拡大すると技術は。そうそう、はあ、だそこまででかい規模で災害を起こせなくても言ったら雨を降らせまくって水害をとか、うわそれやだ、そういうこと自体は脅しの道具としてはなってしまう。うわ本当ですねそれ、あると思うと、うん、レジャー施設とかから雨めっちゃ降らされたら困るわけ。確かに、うん、ね、だからそういうふうに脅しの道具としてそういう犯罪が出てきてもおかしくないなと思ってるんですよ。確かにね。そう、気づかないじゃん。だってミサイルとかやったら直接的だから分かるけど、うんうん、はいはいはい、雨がずっと最近降ってるなとかもう気づかない普通の人は、うんうん、でもそういうことがもし人為的に起こされてたら怖いよね。怖いっていうことはあるね。はい、でこの概念っていうのは、はい、冷戦時代における軍事技術の発展とともに生まれたわけですけども、あ、軍事技術と、そうだからすごい長いんです。うん、そう、昔から研究されてるテーマです、ね、確かに冷戦時代ですもんね、はい、うん、まあ、特に都市伝説界隈ではこちらハープと呼ばれるね、聞いたことあるよ、高周波活性オーロラ研究プログラムなんですけども、気象兵器の一例として頻繁に取り上げられますよね。めっちゃ聞きます名前は、はい、まあ、ハープというのはですね、うん、まあ、アメリカにあるんですけども、高層大気と太陽地球系物理学電波科学に関する共同研究プロジェクトのことで、おうおう、まあ、実際には、まあ、気象兵器ではないんですよ。あ、プロジェクトであって兵器ではないってことですね。勘違いしないですね。まあ、一応ね、うん、そんな分からさまに分かりやすい兵器置くか確かに、ね、うん、そうそうって思うんです、うんうん、まあ、ただね表向きはそうで言ってても裏ではどうかっても分かんないですよ、はい、実際はね、なるほどね、そう、うん、
うん、まあ、実際ハリケーン起こせるんじゃないかとかっていう噂もあるんですけど、怖いよ、うん、まあ、そういうなんかよくわかんない噂流すの好きじゃないんだけど、はいはいはい、一応都市伝説界では言われているということなんです、はいはいはい、で人工地震についても、うん、まあ、地下核実験や特殊な技術を用いて地震を起こして、うん、まあ、特定の地域に被害を与えることが可能であるっていうことも言われているんです。なるほど、地震まで、うん、は言われますもんね、人工地震とかね、うんうん、あの壺ってわかる？壺ってあの、うん、こういうやつですか？そのろくろ回しを作るツボじゃなくて飛行みたいな、あ、そっちね、はいはいはい、そうそう、を押すとその人体の別の場所がその神経でつながっているんで、はいはい、リラックスできたりとか筋肉がほぐれたりみたいな、下痢ツボとか言いますよね。そうだ、ツボって考えると分かりやすくて、はいはいはい、どんなものにも脆いツボみたいなのがあって、お、人にもこの飛行というかツボをついたらもう立てなくなってしまったりとか、あ、はいはい、よくなんか漫画でトンってやられると、ね、なんかストンって気絶したりするようなそういうツボみたいのがどんなものにもやっぱあるんです。そうなんだ。それはちょっと都市伝説的に言うと、どんなものも細かく分析していくと粒子の集まりなんで、物々が集まってるだけで、うんうんうん、それを崩すことはすっごい低い確率だけどできるんだって、うん、なるほどね。でそう思うとね、地球のプレートっていうものも、はいはいはい、やはり壺というのが存在していて、普段はプレートがこう沈みながらどっかで耐えきれなくてバーンって弾けて、はいはいはい、まあ、地震が起こるわけだけど、うんうんうん、ここをそのプレートをバーンってなる誘発する壺がある。おお、うん、そう。でその壺をうまくミサイルで刺激すると、そんなに大きい力が必要とせずに弾けることができてしまうんじゃないかみたいなことも言われたりする。そういう原理なんですね。そうそう、だから日本って地震大国って言われてる、うんうん、まあ、プレートが重ねられると上にあるから、なるほど、地震が起こりやすいわけじゃないですか。へー、そうだからどこか分かんないけども、そういう海洋調査とかの地形の調査をしていて、うん、ここつつかれたらちょっと爆発しそうやなってポイントがあるんだろう。なるほどなるほど。そこをもしかしたら陰謀論的にはつつかれて日本に人工地震を起こさせるような実験をさせられてみたことを、まあ、聞いたことはあるんですよね。そんな原理だったんだ。そう、近くでお相撲さんみたいな太った人が一気にドーンって落とされるぐらいのことだと思ったんです僕は。本当に重いものを落とすっていうことだと思ったら、はい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 、ちゃんとプレートとかの壺なんだな。そう、なるほど、そうなんだな。裸の大将みたいな人がいらっしゃいましたけど例えばさ、あの、うん、シーソーでね、自転力転作用点みたいなこう並んで、はいはいはい、バランスとかもこう真ん中にこう重心取ってたら、うん、真ん中で暴れててもあんまりこれは動きがないけど、はいはいはい、こっちとかこっちだったらすごい力が変わったりするわけやんか、うん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 、っていうようにどこかでは脆い部分もあって、どこで強い耐えてる部分もあるということなんで、まあ、そういうバランスの崩壊みたいなことは嫌だなっていう。いや怖いですよ。すごい現実的に怖くなっちゃった部分なんでね。もうできうることですから ね、怖いですよね。ただこういうことがあるとして、うん、局所的にもね、そういろんなことを使われるようになったら、うんうん、脅しの道具じゃないですけども、はいはいはい、ちょっと嫌だよねっていうのが、うん、まあ、そういう話なわけでございます。はい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 、はい、ただここまでその陰謀論を紹介したりもしましたけども、うんうん、こういった災害などの命に関わるものに関しては、まあ、陰謀論にね傾倒しすぎずに、うん、正しい情報をちゃんとキャッチするようにしてください。そうなんですよね。そこにちょっと頭取られてね、うん、いろんな人を逆に不安にさせるような立場になってはいけませんからね。そうそう、エンタメはエンタメの都市伝説で楽しいんだけども、うん、地震っていうのは身近なテーマなので、ちゃんとそういう災害が起こった時は、まあ、どういう風に立ち振る舞ったらいいのかなっていうのは自分の目と耳でね確認するようにちゃんと情報を取りに行ってください。そうですね。ただね、リツイート数が多いからとかいいねが多いからこの情報が正しいんだじゃなくて、自分で調べることが大事です、うん、特に昨今言われているのは国が発表してるから正しいんだじゃなくて、自分でちゃんと調べて情報が正しいかどうかを調べる癖をつけることが多分一番大事なんだなと思います。間違いないです。陰謀論はね、あくまでもライワトゥルーの世界ですから、はいはいはい、エンタメとして楽しむのがちょうどよくって、うん、陰謀論が世界の混乱を招くことはもう元の木阿弥なんでね、これは絶対に良くないです、はい、政府をね信用できないかもっていう人も多いと思うんですけども、はいはいはい、気象庁や科学者などは正しい情報を、まあ、出そうとしてくれてると思うので、うんうん、まずはそこの情報からキャッチして、それが合ってるかどうかを次に考える、はい、みたいな感じでいいと思います。はい、でなんでその気象兵器や人工地震みたいな陰謀論が、うん、まあ、流行ってるか考えてみたんですけど、おーおー、まあ、人類が技術の進化についていけてないんだと思うんですよ。確かに、なんか AI とか今出てきていろんな人が新しいのいっぱい来たみたいな状況になってますもんね。特にさ、最近の流行ってる曲とかも、うんうん、1週間後にはもう流行ってなかったりするやん。確かに早い、うん、そう、だからみんな踊ってたと思ったらもう違う踊りしてんのみたいな。確かにあるじゃん。確かに、ね、それぐらいなんか早いんですよ、時代の流れが。間違いない、うん、そう。でも人類ってちょっと知恵を使って武器を作ったよね。例えば槍作りました、うん、じゃあ
槍の期間で数万年あるんですよ、はい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 、そっから進化があんまなかったんですよ。おただコンピューターが誕生して今、うん、AI が自分の代わりに仕事してくれるようになるまで、うん、100年かかってないんですよ。うーんすごくないですか。確かにね。戦いなんかで言ったら、まあ、さっきも言ったようにその木の槍とかで戦ってたところから、うん、次はなんだ弓とか剣とかですか、うんうんうん、戦うようになって、はいはいはい、まあ、次に銃を使って火縄銃とか ね、うん、で戦車や戦闘機になったりはしたわけですね、はい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 、これ自体も、うん、銃戦車戦闘機に至ってもわずか何百年の短い時間なんですよ。確かにそうか。そう、うん、っていう風に、まあ、槍の時代から考えたら数万数千年の時間をかけてこう進化してきてるわけですけど、はい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 、今の技術の進化っていうのは本当にたった数年とか数十年でもう無線機からガラケーができて、うん、それをスマホとして進化したわけですよね。確かにもう僕がもう生まれてからに全部起きたことだ。あそうよね。本当にもうそう考えたらすぐですよ ね、うん、ね。でこの進化についていけなくて技術に対して無意識に怯えてしまっている部分もあるんじゃないかなって思いました。確かにね。理解できないものとか怖いですね。ねえ怖いよね、うん、確かに。だからこそこれだけ進化してるんだったら自分が知らないだけで人類を滅ぼせるぐらいの兵器が実はこっそり裏で作られてるんじゃないかなみたいな考えに至っちゃうかもしれない、うん、はいはいはい、はい、極論ね、うん、はい、なので非常に難しいんですけども、うん、まあ、全てを信じず全てを疑わず、うん、自分の生活がまあ平和になるようにねそういう情報をどんどんキャッチしていきましょうっていう回でございました。そうですね。情報は取捨選択しながら、はい、うん、本当に大切なものは何かってことですね、うんうん、なんか周りの人を不安にさせるんじゃなくて地震とかがありますよってことだと、とりあえずどうやって逃げるかだけを考えるぐらいのねこと、まあ安全にするためにどうするかっていうのは考えないといけないですけど、周りにちょっとね悪い影響はちょっと出しちゃいけないですね。そうね。で実際その南海トラフって過去にも起きてるんですよね、うん、あ、はいはいはい、そう昭和南海地震とか、まあ、はいはいはい、僕たちのね先祖は、うん、まあ、体験してるわけなんで、うん、その怖さは分かってるんですよ。でそれも周期的に起こってるものでもあるんで、はいはい、いつ来ても本当おかしくないんですよね、うん、だから本当にねあの予言が外れて謝罪しろとか言う人いますけども、はい、外れた方がいいに決まってるんじゃないですか。もちろん、うん、ってあと不安を煽ってるって言いますけど、うん、来るもんは来るんですよ、いずれね、煽らなくても、うん、でも煽ることでそういうことがあるんだって知った人が備えてその人の命が 1% でも助かる方良くないですか。もちろん俺はそう思います。不安に包まれてしまうような人は、はい、まあ、見なかったらいいだけの話で、はい、それは僕たちはなんか都市伝説を扱ってる意義としては、まあ、特に最近はねちょっとあのピリピリしてるんで、うん、エンタメを混ぜながらたくさんの人に届けるような配信をこれからもしていきたいと思っております。はい、はい、今日はねちょっと冒頭からちょっと違った感じでお届けしたんですけど、それぐらい内容がちゃんとみんなに届いたらいいなと思う感じでやっていくので、もしこのフォーマットが良かったらねちょっとしばらく試してみて、はい、感想を聞きたいんでぜひコメントをいただけたら嬉しいです。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではお会いしましょう。バイ。君という日に僕と君が